皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、ボサノバパターンを極めるという3本立ての動画の真ん中の2本目の動画でございます。1本目の動画で覚えた4つのコードを使って、右手のアルペジオのパターンを変えて、ちょっと練習をしてみようかなと思っておりますので、もし興味がある方は一緒に練習をしてみてください。それでは、ですね、コードはまあ覚えていただいたとして、とりあえず A メジャーセブンスのままで良いので、この右手のアルペジオのパターンを変えて練習してみましょう。どんなパターンかといいますと、ちょっと一回弾いてみます。こんなの。こんな感じ。最初は同時に弾いて、コード、ベースコード、同時コード、ベースコードという感じですね。ちょっとここら辺のリズムが、これとこのセットが少しリズム変わってるんですけど、分かりますかね。タンタンウタンタタンタンタタタタタタ、こんな感じのリズムです。別にそんな難しくはないと思うんですよ。そのテクニック的には、技術的にはそんなに難しくない。けど、このゆったりした雰囲気っていうんですかね、これを出すのがちょっと難しいかなと思います。結構いろんな方を見てて、よくある失敗例としては、こことここの合間が短い。リズムが速くなってしまうということですね、平たく言うと。ちょっと大げさにやると。タタタタタってやると、なんかすごいぎこちない感じがしませんか。タンタンとタンタンタトンタンタンタンとタンタンタトンタンという感じで、こことここの合間が結構長いので、それをうまく演出できるかどうかが、まあ、鍵になってくるかなと思います。まあ、そこそこリズム感が養えている方は難なくできてしまうと思うんですけれども、ちょっとうまくできない方は一緒にもう少し練習してみましょう。いきなりもううまくできちゃったぜという方は、もう次の動画に進んでいただいて全然大丈夫です。そうですね、テンポ100、110。ある中で、ワン、ツー、スリー、フォー、速いな。もうちょっとゆっくり。テンポ100。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、ト、タン、タン、タトン、タン、タン、タン、ト、タン、タン、タトン、タン、タン、タン、ト、タン、タン、タトン、タン。って聞いてみると、意外とこことここが長くないですか。大げさに悪い例をやってみると、ここの間が狭いと、すごいぎこちなくなってしまう。そんな例をやってみます。ちょっと大げさに。いくぜ、練習するぜ。よーし。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、トン、タン。みたいな感じになっちゃうじゃないですか。この隙間が短いと。まあ、こういうふうにならないように気をつけていただければよいかなという感じです。で、これがうまくできたらば、こことここでコードチェンジをしていきましょう。A メジャーセブンスで、タンタンとタン。そしたら、ディミニッシュにして、タンタトンタン。B マイナーにして、タンタンとタン。E セブンスにして、タンタトンタン。というような流れです。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、ほい。
できましたでしょうか。で、まあ、ここまでできたら、まあ、2本目の動画は習得できたと言ってもよいかなと思いますが、まだまだ余裕があるぜという方はですね、ちょっとベース音を変えるっていう応用テクニックもやってみると面白いかなと思います。A メジャーセブンス、A シャープ、ディミニッシュセブンス、B マイナーセブンスまでは親指は5弦を弾いて、E セブンスのときは6弦を親指で弾くというふうにやってますよね。これをちょっとずつ変えていきます。どんな感じかっていうと、まず最初は一緒。チャンチャンまでは一緒。でもその後、親指は6弦を弾く。こんな感じ。で、A シャープ、ディミニッシュセブンスにしたときも、こんな感じで親指の弾く場所を変えていくと。なんとなくわかりますでしょうか。で、その後、Bm7th にしたときも一緒ですね。5弦を弾いた後は、人差し指で6弦の2フレットを押さえて、こんな感じでベースも変えてあげる。で、最後、Em7th のときは、6弦から5弦にしてあげると。ちょっとベース音を強めにして、一通り弾いてみます。こんな感じ。ほい。ワン、ツー、サン、シなんとなく違いがわかりますでしょうか。こんな感じでベースを6弦に行ったり、5弦に行ったり、5弦に行ったり、6弦に行ったりとかやってみると、またサウンドに広がりというか、なんていうんですかね、このゆったり感みたいなのがまた出てくるから良いかなと思います。まあ、今のは応用という話なので、できなくても大丈夫です。もうここまでできたら、2本目の動画は万々歳でございます。万々歳。それでは、うまくできなかったら、もう一回動画を最初から見返してみて、続けて練習、うまくできたらば、3本目の次の動画へ進んでみてください。それでは、さよなら。